吉田さん、詐欺でまた捕まったらしいです。なんか年利 4% ぐらいで儲かるよみたいな、もっともらしい数字を上げていて、まあ、若い方20代30代を中心にね、これがやられたそうですね。で、20代30代の若い方がまずは信用することに成功して、で、大きなお金を出すときに、まあ、その親とかから借りたみたいな感じだったみたいですね。で、なかなか子供からお金が返ってこない、どうしたのって言ったら、実はこういった投資に入れていたんだよって言ったらね、あら、お金借りる時の事情と全く違うじゃない、早く返してって言ったら、いや、これが返ってこなくなっちゃったとか言ってね、親子ともどもなんか関係も悪くなるみたいな感じだったみたいですけども、なんか半年間ぐらいはね、ずっとね、支払いしてたらしいんですよ。で、ある日突然カレーに飛んだみたいなね、後を絶たないですよね。でも、そういった浮ついた話もあるのを知っていながら、コツコツとビジネスだけをやっていた人ってのは今でも生き残ってますね。うん、私もね、その濡れて縄ビジネスはそんな好きでも嫌いでもないんで参加したりとかするんですけども、なくなりますね、漏れなくね。漏れなくなくなってるけども、私の余剰資金でやってるんで全然痛むくもかゆくもないんですよね。でも私がやってることを当てにして、私のお金以上に突っ込んでる人っていうのは、そもそもビジネスで稼いでないのにそんなに行って大丈夫かなっていうところがあるんですが、大丈夫じゃないんですよね。まあ、どんなものも、投資もそうですしね、クラウドファンディングもそうですし、ビジネスそのものもそうなんですけども、ある程度最初に手出しが必要なものっていうのは、それがなくなることを覚悟してやるもんですけども、なんかね、やったら必ず儲かるみたいなおかしな先入観を持ってる人がいるんでしょうね。だからなんか詐欺だみたいなこと言い出しますけども、いや、詐欺にしても詐欺じゃないにしても、どんなことでも手出しがなくなることは別に考えられるでしょうと。それいちいち人に教わらないといけないことなのかな。いや、そんな聞いてませんでした。え、聞いてなくても考えなくちゃみたいなところだと思うんですよ。なんなんでしょうね。学校でもそんなこと教わらなかった、誰からも聞いたことありません、そんなのは知りません、知らないとやばいですよと。どこまで知っていても、知らないところからね、視覚からそういった詐欺っていうのは攻めてきますから、うん、だから自分が想定してないだけであって、まあ、真っ向からインチキな話にも人は乗りやすいですからね。でも自分の手札で勝負する以上は、自分の手札で勝負したこと以上には起きないんで、まあ、それがね、ワンペアだったりツーペアだったりしたら、あれスリーカードに勝たないわけじゃないですか。だからスリーカードに立ち向かっていかなければいいだけなんで、豚を目かけて勝負すればいいのかなっていうところですかね。まあ、ビジネスって結局大興行ですもんね。A さんが自力でこれができませんって言ったのを、私が手伝いましょうかっていう風な形で、だからカードをどれを持っていなくてどれを持っていないかの、だから格差の勝負に過ぎないわけですよ。それをね、言ってみれば情弱を騙してみたいな言葉がありますけども、うん、情報弱者で い続けることってのは、結局情報の強い人に依存するしかなくなるんで、手玉に取れることはあるってことなんですよね。うん、だからやっぱりこう、まあ、ね、情報商売にする以上は誠実でいなければなりませんけども、でも情報を受け取る人にやっぱ言えるのは、うん、ちゃんとね、なんかまともにやってる人を見抜かないといけないし、見抜けないんだったらそれも力量のうちだと思うしかないのかなと。で、未だに私もだからね、未だにっていうかね、数年前も500万とかいかれてるわけですから。でもそうやって自分の力量を磨いてるのと、うん、やっぱり慎重さはどこまで行ってもいるなっていうところですよね。同時に何百万いかれてもダメージを受けないような資産状況を作っているからこそいけるわけであってね、それは普通の月給取りがね、20万30万の月給取りが300万400万いかれたらもう知名度ですよ。私は知らって知ってますけどね、ああ行かれたら冗談でね、やめと思うぐらいでね。だから防御力も身につけるためには、やっぱり稼ぐことが大事ですよ。稼ぐってのはやっぱりね、防御のためにも必要だと思いますね。攻めてるつもりがなんかミスミスね、泥棒に盗人に追い銭上げてるような状況ってのはよくありますからね、用心しないといけないかなと。一番儲かるビジネスって、要するに一番守りが固いビジネスとも言えるんじゃないかなと思いますね。